おはようございます到着しました、インテックス大阪。今だいたい朝の8時、半になろうとしてるぐらいの時間なんですけども、いやスクフェス感謝祭の会場、今回は、だいぶ会場が奥の、6号館の方で行ってるみたいなんで、割とねここら辺はちょっと平和な感じですね。いつも並んでるんですけど、はい、ちょっとね早速ね中の方に入っていきたいと思います。滑り止めた買わない、現在優先の方でですね、物販列、並んだんですけど、正直ねもう多分30分ぐらいしか並んでないです。もうすぐに、ここにたどり着くことができました。もう白目さんももうなんかすでにいっぱい買っちゃってるんですけど、はい、なんかねもう割とねいろいろ商品が今年も豊富、リュックだったりタオルだったり毎年恒例ラブカストオンドロップだったりいろいろ売っておりますが、まあちょっとねちらほらと紹介していけたらいいかなと思います。はい、こんな感じでなんか今年は大きい色紙とか、あ、これがいいんですよね、あの滑り止めマットとか、クリーナークロスとかいろいろなんかちょっと変わった商品が割と置いてあります。スマートフォンケースでアボレット、あ、財布かわいい。あのじゃあオフィシャルでまあ売ってないですからね、今回初ぐらいのレベルじゃないかな、オフィシャルないもんね、スマートフォンケース、スマートフォンケースも使わんけど欲しい。ぜひぜひ。やばい。お金がなくなちょっとやばい。ああこれが。これ目玉なんで。ですよね。やっぱり、はい、入れちゃった。ありがとうございます。足りなくなるよ。これあれや。記念ボイス目覚まし時計。これあのねなんかあの特別番組でも紹介あったやつですよねこれ。あのスクフェスするときに立てとけるやつね、うん、これ割と俺はおすすめ。ああそういうやつか、うん、ちょっとだからこうスクフェスだから机置きでスクフェスする人はかなり重要なアイテムな。そうか、あでこんなんもある、かわいい、かわいい。これはデカアクリルね、こうちゃんとミューズもあるし、もうすごいな。あんまり買わへんってなんやったんやろ。めっちゃ買ってるやん、めっちゃ買ってるやん。白飯さんおかしいな、なんでや。これプチグルーシリーズですね、うん、これが、あ、かわいい、なんかハンカチかな、うん、ハンカチ、うわちょっと待って、オフィシャルのスリーブやんけ、熱っ。スリーブ欲しかった。待って、うわ待って、これ熱っ。すごい、前の商品とかもだいぶ売ってる。ミューズのアニマルジャージはなかなか重要。あーカーディガン、わカーディガン、あーこれ前のやつ買ったけど見てないですよ。これちょっとね僕ら着るの勇気いるやつね、これね、難しいやつ、うん、はい、あでスクフェス感謝祭17の T シャツ、あーその辺もあんねんや。あー結構、おこれこれあれやん、あーアルバイトアクアリウムの。ということで割とちょっと物販見ましたが、まあ大体こんな感じですね。ついにやってまいりました、スクフェス感謝祭2018。あすごい、マップ書いてくれてる、今年から分かりやすい。こんなのがいきなり目に入りました、スクールアニマルふれあいコーナー、椎茸がおる、かわいい。これ白目さんの家みたいですけどね。ああ、ドン。僕ヒカのスタンドパネルがありました。いやーすごい、あのねちょっとねもう各いろんなところにいろんなものがありすぎてね、もうねちょどこ行っていいかわからない状態なんで、まあパーッとこう雰囲気だけでも撮影できたらいいなと思います。はい、どうも今はね私デカフェスの方に、特会場の、まあ、これまあ、ぶっちゃけ出るんじゃなくてオンリーズなと思うんですけど、あのですね今回もちゃんと演歌することができました。登場していただきましょう、ちくさんでございます。いやいやいや、もうね割とこの早い時間からね、あえてそうそうお会いできて、まあもちろんね元々会う予定はしてたんですけど、いやこんなに早く、
いると思いませんでした。で、さっきね、LINE で、そう、LINE で電話しよう思ってもうちょっといつの間にかそんな仲になってしまったいやまあ本日はね、またちょっとコラボ的な動画も撮れたらいいなって思いますので、もしね、よかったらあのチキさんの方もね、コラボで動画撮ってくれそうなので、はい、大切、まあね、ちょっと今日は、まあ、チキさんも含めて、この会場を楽しんでいきたいと思います。で、今からですね、あのぴょんぴょん、リカフェスの方でチキさんの、ご友人さんがね、プレイされてることで、それをちょっと見たいなと思います。ちょっとここにいるんですが、まあまあ本日はちょっと楽しんでいけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。今はちょっと急遽回してるんですが、ウチッチーが、ウチッチー返してくれる。あ、めっちゃ可愛い。うわ、あ、ウチッチー、ウチッチーやん、ウチッチーやん、可愛い。沼津から来てくれたん。これすごい、なんやろ、ゴーゴーシャンシャントレイン展示。やってないの。こんなんがあんのか。これはありがたい。いや、もう抑えた。あ、どうもー、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、これ回ってる、すごい。いや、これすごい。ちょっと映るかな、これ動いてるんすよ、これ。これほんまやばい。いや、すげえ。いや、ほんまにすごい、これ。こんなん、いや、スクフェスの UR とか、こんなんなりません。動いてくれるようなシステムなりません、これ。いや、でも正直さ、ここまでほらできるようになったらさ、ほら、スクフェスもちょっとアップデートでこういうのちょっとしていただけたらちょっと嬉しいんですが、あー、もう、あー、花代が動いてるよ。あー、はい、どうも皆さん、皆さんな、視聴者さんには皆さんになるもんな、やっぱりな、うん、どうもレイギャルンです。今回、スクフェス感謝祭2018大阪ということで、こちらの会場、そして私が、ミニイベントを企画すると、申しました、2号館の前に来てるんですが、なんと、ほんまにすごい数、これだけの視聴者様が集まってくれました。イエーイ。ということで、まあね、スクフェス感謝祭と、まあ大きなビッグイベントに来ていただくださってる皆さんなんですけども、ね、わざわざちょっとお時間作っていただいて、私のイベントに参加していただき、誠にありがとうございます、皆さんは。はい、ということで、1時になりましたので、私のね、レイギャルン勧誘2018の方を始めていきたいと思います。はい、じゃあ改めまして勧誘の方始めていきたいと思います。ましょう。じゃあもう10連で。10連で。まずいきなり10連が来ました。推しは。ちょっと行きます。誰でもいい。誰でもいい。よっしゃ。とりあえずじゃあ UR を狙うということですね。うわ、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 リコに来たよ。リコに。うわ、リーちゃん、リーちゃん。えすいません、一発目で10連1回で UR のリンちゃんと UR のニコリが一気に、すごすぎる。じゃあこのままちょっとお待ちくださいね。はい、ちょっとどんどんと回していきますね。これで大丈夫です。はい、はい、推しはちょっと、うっさー、うそー、ちょっと今日調子いいかもしれへん。頑張る。
ます。すみません、UR 確定見てください。 UR 確定確定、9分の1でヨハネお願いします。ヨハネヨハネお願いします。バテンバテン、ほい、あーもう持ってる、もうないと持ってる。すみません、SSR、 SSR、 あ、こっちですか。はい、お、誰行きましょう。かよちか、かよち、お、かよち、任せてください。かよち、それはもうね、ほら、もうほら、かよち、ほら、わかってきます。こっちですよね。はい、OK です。行きます。じゃ、たまにビビんねん、俺自分。おお、近かった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 、幼稚かということで、なんとかカヨチンは、アフィアとな。おぉ、あ、こぼれ、あのー、ノーマルの封筒が UR に変わります。ありがとうございます。すげえ。おぉ、これ2回でいいんですか。これ2回でいいんですか。いいです、いいです。はい、こんな感じで話していただきました。気もすごかったけど、やっぱり多いな。うん、こっちはな、別にな。すいません、だいぶ書いてしまって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、スクフェス感謝祭大阪、もうね、めちゃくちゃ楽しかったです。ね、まあ、僕の、開いたイベントもね、やっとね、あの、落ち着いた感じなので、ちょっとまあこちらの動画撮らさせていただいております。いや、本当人気もギルキス生で見れて結構近かったからめっちゃ嬉しかったです。もうほんまに、いやーっていう高まりもあり、もう今日はね、もう今カメラ越しで丸さんがめっちゃ怒ってるんですけど、はい、まあ、そんな高まりもありね、いや、もう本当に充実した一日になったと思います。まあ今回ね、あの、ちょっといろいろね、まあこれでも私に会えなかったとか、あ、またそういうなんかちょっと会いたくてもちょっとお写真撮れなかったとかいう方に関しては本当に申し訳ございません。あの、他の動画等でね、またちょっとお話できたらと思うんですけど、今後またね、そういうイベントの方もね、あの、開いていくし、まあ、埼玉とかにも、あの、行きたいと、あの、ライブでね、行きたいと思いますので、またそちらの際にもしね、たくさんの方とお会いできたら嬉しいなと思っております。というわけで、今日は本当に楽しい一日をインテックス大阪で過ごすことができました。ということで、今回の動画こちらまでにさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤルンでした。はぁ、楽しかった。でっかいオブジェクトが